タイローソンはアメリカ合衆国メリーランド州クリントン出身のバスケットボール選手。クバの賛成噴出、毛量間霊クラブに所属している。ポジションはポイントガード。高校時代、USA TODAY からオールアメリカに選ばれるとともにマクダナルズオールアメリカンゲームやナイキフループサミットに出場した。高校卒業後はノースカロライナ大学に進学した。 一年時の2006から2007シーズンは38試合に出場し5.6アシスト10.2ポイントという成績を残しアトランティックコーストカンファレンスでの優勝に貢献した2007から2008シーズンにはチームは NCAA トーナメントのファイナル4に進出した2008年の NBA ドラフトへのアーリーエントリーをしていたが 登録期限の6月16日直前の6月6日、飲酒運転の取り締まりを受けて、基準値は下回っていたものの無免許運転だったため、罰金を課せられた。このためチームメイトのウェイン・エリントン、ダニー・グリーン、タイラー・ハンズブローと共に大学に残った。2008から2009シーズン、チームは NCAA トーナメントでチャンピオンに輝いた。彼も、 アトランティックコーストカンファレンスの最優秀選手に輝いた。これはポイントガードの選手としては1978年のフィルフォード以来となる快挙であった。またこの年、カレッジバスケットボール最高のポイントガードに与えられるボブクジー賞も受賞した。2009年の NBA ドラフト一巡目18位でミネソタティンバーウルブズに指名されたが、 翌年のドラフト一巡指名権と引き換えで、デンバーナゲッツに入団し1年目から NBA 屈指のガード、チャンシー・ビラップスと共にコンボガードやセカンドガードとして活躍した。2009年11月13日のロサンゼルス・レイカーズ戦では5から11と小柄ながら、前年のチャンピオン相手に豪快なダンクを見せた。その後、2010から11シーズン途中から、 チャウンシー・ビラップスに代わり、エースポイントガードとして活躍し、チームキャプテンも務めていたが、チームを勝たせることができず、さらにコート外でのトラブルを連発させたことが問題となり、2015年7月19日に大型トレードで、ヒューストン・ロケッツに放出された。そのロケッツでも戦術に馴染めず、2016年3月1日に、バイアウトで解雇。 同月3日にインディアナペーサーズとシーズン終了までの契約を結んだ。2016年8月28日、サクラメントキングスと契約した。ゲームメイクが中心で、スピードが魅力の選手である。ありがとうございます。